はい、どうも皆さん、こんにちは、つなぎゃぴでございます。と見せかけて、俺の名は江戸川つな、童貞さ。思ったけど、この最初のセリフ以外、コナンらしさ、なくね？まず最初に、真ん中のレアチェストを取りに行く。毎度恒例ですね。が、何も取れない。雑魚すぎる！腹いせに放置しているメスを、ワンポーン！セクシャルハラスメントだ！試合開始から2分が経ちました。クレーンのレアチェを取りに来たが、船の上にゴミとカスとクズが乗っていることを知り、敵に対する敬意が全くない実況ですね。試合開始から3分が経過、目の前にゴキブリが降ってきました。気持ち悪いですね。ゴキブリを除去して周りをクリアリングしていると、わっと、ゴミカスクズ3兄弟がこちらの様子を伺っている。それは普段スライムが言うセリフですね。ツナン選手全力で逃げる。試合開始から4分経過、パート4の状況、ここでなんと行き止まりに遭遇してしまう。しかし敵はゴミエムだった。なんとか窮地から逃げ切ったツナン選手、しかしここからどう立ち回っていくのでしょうか。おっと、ここでツナン選手得意の火打ち石をかけたんですが、なんとこれバグにより火打ち石がつかなかったようだ。しかしその後すぐに自分の下に火打ち石を焚く神業を決めていくが、惜しくもかわされてしまう。これは悔しいですね。少し戦いを交えた後、相手チームに合流されてしまいました。パート2でまだ3人とも生きているとなるととても辛いですね。逃げようとするも、なんと横から3人目が来ていて、とてもまずい状況になってしまいました。さてどうする。ツナン強すぎる。ギリギリボートで逃げ出すことに成功したようだ。ツナン選手確実に成長していますね。試合始まって約6分が経過しました。ボートで逃げたおかげでだいぶハートが回復したようです。後ろを確認すると、なんと一人しか追ってきていない。これはワンチャンありますよ。ついに3人チームの1人を倒した。それではこの曲をどうぞ。ここで状況を再確認していきましょう。残る敵チームは2人、ツナンのハートは5、今追ってきている敵は1人のみ。これは旋回優勝の意地見せてくれそうですね。最後は弓をかわすこともできなかった。雑魚すぎる。ツナン選手2連敗、弱すぎる。